こんんにちは吉さウォーターサーバーの件ねこの前大阪のエ2チクラブの忘年会に行った時も小野里さんがね「あのウォーターサーバーの件すごかったですね」とか言ってくれてで会場に来てらっしゃる方もなんか知ってる方が結構いたみたいでねうん、あと盛り上がりましたねえ。というのがウォーターサーバーにつきましては自分自身でねセルフバッグを くらいやっっってもうなくなっちゃったんですよでもウォーターサーバーすごく美味しいんでなんとかまた一からできないかなと思った時の国肉の策だったんですけどもあの瀬戸内海の島の方に渡ってね江田島とかに渡ってでえ「こんにちは」って訪問して「であの、ウォーターサーバーの会社の者のなんですけども」と「うん、で瀬戸内海の塩の加減がウォーターサーバーにどんな影響を与えるかちょっと10ヶ月ほどね検証したいんでウォーターサーバーを置かせてもらえませんか」と。 いうふうに、えーまあ、田舎のね、えー、大きなお屋敷のあるお家とかに行ってお願いしたんですよ。まあ、そうすると、まあ、置くだけならいいよみたいな感じで、空いてる倉庫とか、あのー、もう使わなくなった2階とかに、ウォーターサーブをね、10機置かしてもらったんですよ。で、えー、契約はそれぞれ、その家の家主の方にしてもらってね。うん、で、えー、振り込み口座だけちょっと。<laughs> ってやってね、<laughs> で、えー、お貸してもらうモニター料として、えー、1台あたり3,000円10台で3万円お渡ししますねって感じでねで渡さば大体1台1万円ぐらいだったと思いますんで37で分けて私がまあ7万もらってみたいな感じだったんですよでこれをおまあ日々ね2件3件やっていて結構いい売り上げになったかなっていうところですね、うん、多分もう今ではもう通用しないのかなと思いますけども当時はねそうやって苦肉の策と言いますかなんとか あの結構考案件は繰り返し繰り返しできないかなと思って苦肉の策で思いついたのがそれだったんですけどもそれをねフェイスブックとか YouTube とかで実況しながらやったんですよねこれからこれこれこういうことをしてますねとかで今日は何件決まりましたとかねでそれをお見せしてあさすがやなこういう発想が必要なんだよねっていう風に思っていただいて、えー、速っ塾に入ったらそういう発想が 日々聞けるかもしれないっていうことで、まあ、入塾生を募ったみたいな感じでねやってみたんですけども、うん、だからなんかこうセルフバッグ一つ取ってもあのそんなねやればねなんか無限に方法が浮かぶんじゃないかなと思ってるんですよでもうセルフバッグやることがありませんとかいう人も私は未だにやってますからね最近やってるのはローンカードなんですけどもローンカードは全く手つかずだったんで。 法人のローーンカードとかね個人のローンカードとかね結構コツコツやってますしかもあの法人のローンカードって登記簿っているんですよで登記簿を取りに行ってコピーして一気にやるんで、うん、まあねあのポンポンポンって決まりますよね、うん、でミソはねあのポイントってことなんですよ現金じゃなくって今のところポイントはあの収入ではあるんですけども確定申告ができないんですよね、うん、だから生活保護の方もポイントをゲットしてそのポイントっていうのを お,うまあ、お金に近いものじゃないですかポイントってでもそれをペイペイポイントにしたり楽天ポイントにしたりする分は所得として参入されないんじゃないかなと思うんですよで今のところじゃあポイントもなんかね T ポイントとか何とかあったら出してくださいってのは言われてないみたいなんでね、うん、なんかこう確定申告にしろ決算にしろその法人が取ったポイントってのは値引き処理らしいんで所得じゃないらしいんですよね、うん、そういうい解釈が今あるんで うん、これはなかなか美味しいなと。だからそういうことをね、やっぱ試してみて、調べてみて、やってみて、確かめてみる、わかるっていうのがすごく大事で、で、それをいちいちね、多くの人がやってたら手間がかかるんで、私がもう一通りやってるんで、えー、まあね、信用してくださる方はそのままやってくださいと。ただしどこまで行っても、これは私が最終的な責任を取れるわけじゃないんで、ビジネスは、 自己責任で世界もありますよと、うん、ただわざわざ嘘をつくつもりは私もないんで私がやったところはこうだったっていうまあそういったねえー、ことだけは正直にお伝えしていければなというところですね、うん、まあ何にしてもね今こうコーヒーやりますけどもコーヒーって熱いうちは美味しいですけども冷めたらちょっとね味がちょっと落ちるんですよねビジネスも熱いうちにやっていかないと味が落ちますからねいってらっしゃい